ゲームスタートです。来週ドミネート15番リーゴ選手のシュートです。続いて飛鳥山チェリーブロッサムが2ポイントを決めた。ファール、飛鳥山チェリーブロッサムにファールがありました。オフェンスファール、ドミネートのオフェンスファールです。カットボール、飛鳥山チェリーブロッサムからスタートです。ワンポイント、ファール、オフェンスファール。ドミネートを決めました。10番大野選手のシュートです。ドミネートを決めました。攻めていく飛鳥山チェリーブロッサム。一本決まりました。5番小林選手のシュートです。ファール、飛鳥山チェリーブロッサムにファールがありました。ドミネートにワンスローが与えられます。チェリーブロッサム決めました。6番あぜがみ選手のシュートです。2ポイント、ドミネート。15番イゴ選手の2ポイントです。ダブルドリブル、あぜがみ選手のシュートです。2ポイント、ドミネート。ファール、タレムのシュートはバスケットカウント。ドミネートにワンスローが与えられます。決めました。11番大野力選手のシュートです。ファール、
ドミネイトのファールです。飛鳥山チェリーブロッサムにワンスローが与えられます。決めました。ファール。飛鳥山にファールがありました。飛鳥山ボール。残り6分55秒。7対6でドミネイトがリードしています。決まった。ドミネイト2ポイント。岩瀬選手のシュートです。3秒オーバータイム。リバウンドを取ったのは飛鳥山チェリーブロッサム。奪い取ったドミネイト。決めました。11番大野力選手のシュートです。続いて飛鳥山も決める。6番畔上選手のシュートです。レフェリータイムです。ドミネートから再開です。飛鳥山チェリーブロッサム決めました。6番畔上選手のシュートです。ボールを取ったのはドミネイト。決めました。ワンポイント。15番囲碁選手のシュートです。飛鳥山チェリーブロッサムワンポイントです。5番中澤選手のシュートです。残り5分を切りました。ドミネート。決めました。ワンポイント。飛鳥山チェリーブロッサム2ポイントが決まりました。17番砂田選手のシュートです。11対11、同点です。ファール。飛鳥山にファールがありました。オフェンスファール。ドミネートにオフェンスファールがありました。
カットボール11対11同点です。残り4分11秒レフリータイムで少々お待ちください。バイオレーション、ボールを奪った飛鳥山、接戦が続いていますね。とても白熱した試合ですよね。いやいや、かなり拮抗したバチバチの試合が繰り広がられています。オーバーです。残り3分43秒、飛鳥山チェリーブロッサムにファールがありました。ファール、飛鳥山チェリーブロッサムにファールがありました。ツースローです。ワンスローです。沈めました。10番大野亮太選手のシュートです。13対11、ドミネイトがリードしています。決めました。ドミネイトワンポイント。10番大野亮太選手のシュートです。飛鳥山も攻めていく。ファール、ドミネイトにファールがありました。飛鳥山に2スローが与えられます。
2本とも沈めました。ドミネートワンポイント、残り2分を切りました。15対13でドミネートがリードしています。カットボール、品田選手のカットです。ドライブ、飛鳥山決めました。17番、品田大選手のシュートです。見事なファール、飛鳥山チェリーブロッサムにファール、見事なファール、ドミネートに2スローが与えられます。ドミネートがボールを取った。シュート決まりました。5番岩瀬選手のレイアップです。飛鳥山チェリーブロッサムワンポイント、残り1分14秒。82番、新保選手のシュートです。バイオレーション、17対15でドミネートがリードしています。残り1分1秒。ドミネートワンポイント、大野選手のチップから15番、5選手のシュートです。残り30秒切りました。ファール、飛鳥山チェリーブロッサムにファールがありました。ドミネートに2スローが与えられます。19対15、キックボール、残り15秒です。19対15でドミネートがリードしています。飛鳥山チェリーブロッサム1本決めました。6番、畔上選手のレイアップシュートです。ゲーム終了です。19対16でドミネートが勝利を収めました。おめでとうございます。いや、面白い試合でしたね。いや、かなりバチバチしてましたね。15番の
ドミネイトの15番の囲碁選手と、はい、このアゼガ